まあ、パトリックもしくはレアンドロ・ペレラの高さと強さを生かすという攻撃前半もありましたけどね、はい、悪い選択じゃね。いいところにパスが通りました。相馬近くに山崎、相馬切り返す右足のシュート、名古屋追加点、相馬今シーズン2ゴール目。吉田のところフリーですよね。ここも背中取られてますからね、小野瀬のね。でこの仕掛けも落ち着いてましたよね。中に入れるようなふりして、もう中は人数揃ってないし間に合ってないから、相馬としてはもう自分でのフィニッシュしか選択肢実はないんですよね、はい、それを目線をうまく使いながら中見ながらですね、うまく切り返しておいてシュートコース作って最後は流すようなシュートですね。このポジションでいいミドルシュート、山田簡単じゃないと思うんですよね、はい、右足で右から来るボールをこうインフロントにかけながら逆サイドに流し込んだ、あの強さっていうところ、あまりあの今うまく悪くはないと思うんです。ただ一番大切なことっていうのは、あの1対1できるかっていうところなので、組織としてこれが中盤のところが、ウェイトだー、ネットに突き刺さりました、同点、1対1同点。これものすごいヘディングシュートですね。このまず毛利のこの左足の精度の高さで、ここに入ってこいって大体のところで入れてると思うんですけど、ウェリントンこれ合わせることができるんですね。さすがですね、この選手は188センチ、試合からおよそ4ヶ月遠ざかっています。選手のサポートも良くて、やっぱこれ相手は見なきゃならないですよね、2人とも ね、ボールホルダーの丹羽選手と来てる大谷選手も見なきゃならないので、ちょっと寄せきれずにね、その隙見逃さず、丹羽選手この角度から見ても面白いですよ。アウトサイド、まあトーキック気味ですかね。さあここは樋口が運んで、樋口のシュート、ー追加点が入りました。34分トス、樋口が突き刺します。松岡からワンタッチで、もう打ち出して、ちょっと小川が絞るのが遅れたですよね。ボールに対していけなかったですもんね。まあそこに誰が行くんだっていうところじゃないですかね。後ろから東は追いかけてますけども、オマリなのか、もっと絞って小川が行くべきなのか、まあ、左シュート、ネジガルジュニオ、今シーズンよくサードでのこう縦パス、まあ、カヨセザル選手がやはり得意の、ね、右サイドにちょっと流れていく中で、先ほども見せたような澤田、最後がネジガルジュニオ、このコンビネーションは、ね、見事でしたね。残して落として決め、寄せていく、国分かわしました、カイオセザール決まった、長崎逆転、カイオセザール。このね横パスね、カイオセザール選手に国分選手来てたんですよ、はい、でそれをうまく感じながら、あ若干もうキーパーの手から逃げていくような、少しカーブがかかったこの振り、膝下の振りですよね。これは取れないですよ、はい、同じような距離感でショートパスを組み立てるという、まあ、哲学は似ています。大事にボールを握っていく、長身の杉本今日はスタメンです。そしてフィニッシュチャンスを迎えました。あっとボレーシュート先制、いいタイミングで飛び込んできました。スルスル入り込んできてのボレーシュート、素晴らしい流れでしたね。あの縦の深いところを取りに行って、で少し中のレーンのところにこれですね、西が立ってたんですよね。まあ、そこからチャンスだったんで、前のスペース狙って入ってきましたね。まあここですよね。
レーンの作り方で非常にこう上手いのは、一番外側のレーン今関根が使ってたので、その一つ中のレーンに前、森島をうまくかわしてブルーノメンです。エミル・サロモンソン右足のクロスボール渡りこぼれて前のボレー、完璧なハーフボレーを叩き込みました。キャプテンの前、逆転に成功したの。まあ、このクロスのこぼれをねしっかりとポジション取って、まあ、一振りですね。これ森崎さん難しいですね。いや難しいですね。まあ、しっかりと、まあ、左足の、まあ、アウトサイドでしょうね、少しアウトにかけたといいますかね、まあ、真っすぐに。さあフリーになりました。高木義明右足でコントロール、そして藤原後ろにフリーになった。高木のクロス正面に来た、オーバーヘッド、先制アルビレックス新潟。立ち上がりの8分、決めたのはまたも矢村。すごいですね。いやー見事なオーバーヘッド、これで矢村2試合連発。リプレイ、まあ、この高木のクロスもいいんですけど、まあ、やはりこのシュートのね、もう思いっきりの良さ。いや高木義明はこれでアシストも6。